ゼネラルエレクトリック J85J85 は、ゼネラルエレクトリックにより開発、生産された、単軸の小型ターボジェットエンジンである。当初は、空中発射式デコイ用のエンジンとして開発されたが、後に、その高い基本性能から、有人機用エンジンとして改め設計され、大きな成功を収めた。J85 は、GE で、 最も成功したエンジンの一つであり、軍用ジェットエンジンとしては最も長い期間使用されている。軍用のものは水力 2950LBF であり、アフターバーナー付きでは最大 5000LBF に達する。このエンジンは追加の装備やモデルにより300から500ポンドの重量であり、これまでに製造された。 ターボジェットエンジンの中で最も水力重量比が高いものである。CJ610 として知られる民間機向けは同様の設計であるがアフターバーナーを持たない。CF700 は燃費を改善するために後方にファンを加えていることが違いである。民間機向けは1650万時間を超える運用時間を達成している。 アメリカ空軍は2040年まで J85 を航空機で使い続けることを計画している。J85 のカットアウェイモデル。左側に見える動翼列がコンプレッサー、右側の2列の動翼列がタービン J85 は当初は大型のデコイ航空機、マクドネルやクラフト a d m 2 0クエイルの動力として設計された。 ADM-20 は B-52 をはじめとした戦略爆撃機に搭載され、敵の防空圏に侵入する段階で飛行中の母機から投下されて、母機と編隊を組んで長距離飛行する無人のお取り機である。これによって SA-2 をはじめとする迎撃側の死体空ミサイルが狙う目標を増大させ、 戦略爆撃機への脅威を分散させて生存性を向上させるというものであった。この目的のため、ジェット爆撃機に追走できる十分なパワーのある小型のエンジンが要求された。再利用を考慮されない使い捨ての機体である ATM-20 のエンジンは長時間動作する必要がないので、長期間にわたる信頼性と耐久性を考慮する必要がなく、 低品質の材料で製作することができた。これは同時期にイギリスで製造されたアームストロングシドレーバイパーと同様である AD。ADM-20 で成功を収めた J85 はその高い基本性能を認められ、後に有料な品質の材料で製造される有人機用のエンジンとして設計を改められた。超音速を発揮できる。 t-38 タロン練習機及び姉妹型のノースロップ F-5 フリーダムファイター、タイガー2戦闘機をはじめ、カナディア CL-41 チューター練習機、小型攻撃機のセスナ A-37、ドラゴンフライなどの小型のジェット航空機の動力として使用されており、これも前述のバイパーと同様である。後には J85 は、 スケールドコンポジッツの宇宙船、スペースシップワンの輸送機であるホワイトナイトで使用され、米国の目262プロジェクトの目262再生産機でも使用された。上述の通り、当時としては水力重量比が極めて高いことが本エンジンが広く普及した理由である。ジェットエンジンは小型であればあるほど水力重量比が高い傾向にあるため、 極めて小型にまとめられた本エンジンの高性能は、ある意味では当然のことでもあった。サイズは、直径が約18インチで、全長が45インチである。2段のタービンで駆動される8段の熟流圧縮機を持ち、最大で 2950LBF のドライ水力があり、アフターバーナの使用でより大きい水力を得られる。海面高度における。 アフターバーナーを使用しない最大出力運転時1時間あたりおよそ 400US ガロンの燃料を消費する。巡航高度および巡航出力においては1時間あたりおよそ 100US ガロンの燃料を消費する。いくつかの派生機種が作られており、後期型の J85 から21はベース機の8段圧縮機の前に1段追加して9段の圧縮機とすることで さらに水力を向上している。アフターバーナー付きの GEJ85 を2機装備したホワイトナイト関連した開発競合するエンジン。ありがとうございます。